上り帝北樹とは、江戸時代の浮世絵師。葛飾北斎の門人。聖は不明、名は和正。登る帝、北久し、補給樹とゴース。北斎の初期の門人で、両国や原堀に住んでいたと伝わる。作画期は、完成末期から文政頃にかけてとされ、作の大半は、風景画だが風俗画や教科本の挿絵、すり物、肉筆画も残している。 竹江年表の共和年間の記事に、北中桂上手と記されていることから、当時すでに相当の評価を得ていた絵師だったと知られる。北小吹の風景画は、北斎の洋風表現を受け継いだものと言われており、それを、長年堂、秀久堂などといった藩元から、多数反抗している。なお、浮世絵師伝は、北小吹の作で、文政七年に描き師と思われる、 肉筆画のかかり者の清政公の像に、行年62歳とあることから、北琴吹の少年は、法歴13年であると述べているが、この清政公の像の消息については、現在不明である。現職清江大百科辞典、第二巻多も、文政7年以降に62歳以上で没したとする。また、千葉県市原市牛区町の三島神社には、 嘉エ七7年及び安政の頃に奉納された絵馬2枚が伝わっており、これらに、のぼる亭とのぼり亭北樹の落款があるが、北言吹の作画期の加減とされる文政へ7年頃から30年も後のものであり、これらを北言吹の作とするのは問題がある。ありがとうございます。